はい、おはようございます。すげです。本日は巻き爪の直し方、ご自宅でのセルフケアの方法についてお話ししていこうと思います。皆さんどうでしょう。巻き爪でお悩みの方って、巻き爪の原因ってご存知ですか。これね、すごく単純で、爪本来の役割を使えていないから巻き爪になるんですね。じゃあ爪本来の役割って何かっていうと、2つあるんですね。まず1つが指先に力を入れること。で、この指先に力を入れる、指先でこう物をグッと押さえたりとかですね、そういう時に指先に力を集中させるっていうのは、爪があるからできることなんですね。もしこの爪がなくなってしまうと、指先にこうギュッと力を集中させると、どうしてもここの裏でね、支えの部分がなくなってしまうので、全然力が入らなくなっちゃうんですよね。爪っていうのはこの指の腹の裏側、背中の部分で支えの役割をしてくれているんですね。ですので、ここの爪がなくなってしまうと、指先に力が入れない、指先の、器用な動きができなくなっちゃうんですね。で、もう一つの役割っていうのが、指先の感覚を敏感にすることなんですね。これ例えば、爪を切った時、特に深爪をした時ですよね。ギリギリまでこう爪を切ってしまった時、そういった時にすごく分かりやすいんですが、爪がかぶっていない部分ありますよね。切りすぎた部分、その裏側のこの 指の腹の部分で、ね、何か物を触ったりとか押さえたりするときに、すごくね、感覚が、鈍くなっている状態に気づくと思うんですね。何かこう麻痺したような感じですよね。そういったときに、爪があれば、指先にすごく感覚っていうのが分かりやすいんですが、爪がなくなってしまうことで、その感覚っていうのがすごく鈍くなっちゃうんですよね。ですので、爪を深爪してしまったりとか、爪がないような状態になると、指先で細かい動き、つまむとか、あとは細かいものをこう操作するとかね、そういった細かい動きっていうのはできなくなっちゃうんですよね。これが爪本来の役割の2つなんですね。で、肝心の巻き爪の直し方なんですが、もう簡単に言ってしまえば、指をしっかりと使うことですね。指の爪の本来の役割をしっかりと使うこと、それが、しっかりと治すためのセルフケアの方法なんですね。で、実際に、巻き爪をお持ちの方っていうのは、足のトラブルを同時に併発している方がすごく多いんですね。当院でもね、実際に通院されている方の足をよく見てると、外反母趾であったりとか、あと扁平足、あとは膝の痛みとかですよね。そういった足のトラブルをお持ちの方に、すごく巻き爪の症状というのが多く見られるんですね。で、よくよく見てみると、そういった足のトラブルをお持ちの方というのは、足の指が地面からぐっと浮いたような状態、浮き指の状態になっている方がすごく多いんですよね。浮き指になっているということは、指をしっかりと地面についていない、指を、しっかりと地面に押し付けていない状態ですよね。ですので、歩くときとか、あと立っているとき、そういったときに指先にあまり力が入らないような状態になっているんですよね。ですから、そういった状態っていうのは、爪本来の役割をあまり使えていないですよね。で、浮き指になっていることに気づいていないので、指先の感覚にあまり意識が向いていないんですよね。で、こういった状況から、爪本来の役割を2つとも使えていない方が多いんですよね。ですので、爪本来の役割をしっかりと、果たすこと、指先をしっかりと使えるようになることっていうのが、巻き爪を治すための方法の一つなんですね。で、具体的に言うと、実際にね、外反母趾の指を柔らかくするようなストレッチとか、過去に上げている動画があるので、そういったものをしっかりとやってもらう、毎日やってもらうことで、指っていうのがしっかりと、ね、動くように、自由に動かせれるようになってくるので、そういった状態になってくると、指の本来の役割ですね、爪の本来の役割っていうのが使いやすくなってくるんですね。外反母趾の方とか、あとはまあ扁平足とか浮き指の症状、まあ、そういった状態の足のトラブルを抱えていらっしゃる方っていうのは、指がね、あまりこう自由に動かせない方がすごく多いんですよね。ですので、そういったね、セルフで、しっかりとケアしてもらうっていうのが、巻き爪を治すための第一のステップになってきますので、まずはご自身でね、一回ちょっと頑張っていただくといいのかなと思います。で、実際にそういったね、セルフケアの方法をしっかりとやってもらった方の、足の変化っていうのを今ちょっとね、写真で、撮ってますので、ちょっとこちらで、ちょっと見えるかなと思います。
実際に爪のね、あの形っていうのが変化が起こっているので、まあ、あの全員が全員こういった形でね、変化が起こるかどうかっていうのは正直なところ、まあ、個人差もあるとは思うんですが、まあ、こういった形の方もいらっしゃるので、まあ、ご自身でしっかりとセルフケアをやってもらうことで、巻き爪解消への第一歩になるっていうのを忘れず、やってもらえるといいのかなと思います。はい、では本日はこれで動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。